はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、最後の社労士試験最終確認はす、ま、もが基本、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。いよいよ今年の本試験が目の前に迫ってきました。皆さんテキストの読み込み頑張られているでしょうか。最後はやはりですね、テキスト等で今までの勉強の成果をですね、総復習していく、そういう時期だろうと思います。その中でですね、特に重要なす、ま、もについてお話をしていきます。スマホじゃないですからね、この3つしっかりとですね、意識して最後詰め切ってほしいなというふうに思いますので、今日は具体的にお話をしていきたいと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね、まずはスマモの巣から見ていきたいと思います。スマモの巣はこちらにある通り数字の確認ということですね。やはりこれがですね、最終確認の一番の基本だと思いますね。でまずは1点目、選択式の定番だが択一式での出題も多いということで、ご存知のように選択式試験でも必ずと言っていいほど数字の部分が抜かれることになります。ですから科目によってはですね、本当に数字で抜かれる可能性が高い科目多いですから、本当に数字さえ押さえておけばですね、選択式はなんとかなる、こういったねことも多いです。さらに択一式はですね、古典的な出題にはなりますが、いわゆる数字の入れ替えで×をさせたりというところは非常に多いところですね。こういった択一でですね、数字のところで入れ替えられている問題、これははっきり言ってですね、絶対に受験生として落とせない問題だというふうに認識した方がいいと思いますよ。やはりですね、数字絶対に間違えられないんですね。ですからやっぱりこの最終確認でも一番の優先事項にしていただいていいかなというふうに思います。で2点目、自信をつけるのに即効性がある。このね、時期になるとですね、本当にね、この科目抑えきれたかな、不安になったりすることあると思うんですね。その時にですね、その法律のですね、数字がですね、ある程度ペラペラと出てくるとね、これはすごく自信につきます。数字さえ覚えるとですね、結構ね、その科目マスターしたかなという気になってくるので、数字を覚えるのが一番自信をつけるのに即効性があると思います。そういう意味でもやはりこの時期数字を中心にすべきなんですね。で最後3点目、数字の前後も再確認する。最近の選択式ももちろん択一式もそうですが、数字の前後のところも含めて聞かれますよね。例えば以上なのか超えるのか、未満なのか以下なのか、その前のところもそう、あとは数字の単位のところもそう、そういったところでね、間違えさせるというパターンもね、非常に多くなってきていますから、数字だけではなくてその数字の前後のところもですね、必ずですね、確認をしていく、こういったことがね、絶対に必要になってくると思いますね。忘れないでいただきたいなというふうに思います。1点目は以上です。はい、それでね、数字とくればこちらね、社労士の数字ですよね。ちょっと考えていただきたいんですが、社労士の試験科目の中で一番数字が問われる科目って何だと思います？この社労士の数字シリーズというのは、社労士試験で絶対に押さえてほしい数字の部分をできるだけ網羅的に取り上げてるんです。なんとか全2回で終えたいなというふうに思ってたんですけど、こちらご覧いただくと分かると思いますが、雇用保険法と健康保険法、これがやっぱりね、ズバ抜けて数字が多いんですよね。ですからこの2つの法律は他の科目の場合全4回になってしまいました。ですからこの雇用保険とか健康保険が私苦手ですっていう人は、結構やっぱりね、数字が苦手っていう人が多いのかなというふうに思います。ですから先ほど言ったようにですね、逆に数字を抑えてもらうと苦手意識絶対に大きくね、削減することができるかなというふうに思います。あとはまあ社会保険が全3回ということですね。1回の講義がですね、だいたい20分前後ですから、まあ、大体1科目ですね、40分から50分、4回だと、まあ、1時間半まではかからないと思いますけどね、それぐらいの時間ということですから、まあ、全体でもですね、本当に10時間ぐらいでですね、全科目の社労士のね、数字の重要な部分、これは最終確認使っていただけると思いますから、ぜひですね、これもですね、今からでもですね、検討していただく必要があるかなというふうに思います。でこの概要についてはですね、また、この動画の、ね、概要欄とかね、一発合格テレビのサイトの方に、載せてますから、興味のある方はご参考いただければと思いますね。1点目は以上です。
はい、それではね、2点目見ていきたいと思いますね。まとめの確認です。このまとめというのは何かって言いますと、例えば横断整理みたいなもの、例えば全体の科目が整理してあって、あれはあれ、これはこれ、そういった整理、これを例えばオプション講座とか市販のテキストとかで買われている人、それももちろんまとめにはなると思いますし、ただもっと重要なのはご自身がですね、これまでの勉強で整理したもの、あとはテキストに書き込んだもの、それを本当にね、最終確認してください。今ね、この時期にそれらをね、確認するためにですね、これまでですね、いろいろまとめたりですね、テキストに書き込みをしていたわけです。ですから本当にですね、それをですね、信じ切って、その自分の今年の成果をですね、全部吸収する、そういった意味でこのまとめの確認、一番重要だろうというふうに思いますね。でまず1点目、これまでの勉強の成果を信じ切る。やはり今のこの時期、何を勉強するか、これも重要です。だけどどういう気持ちで勉強するかっていうのもすごく重要なんですね。そういう意味ではやはり自信を持って勉強していく、これまでの勉強成果しっかりと確認していく、もうこれまでのね、まとめたもの、書き込んだもの、それはね、多分頭に入ってるから、どんどん知らない知識ばっかり追いかける、そういうふうにするとやはり最後までなかなか自信が持てないと思います。今まで分かってるはずのこと、整理したこと、こういったものをですね、最後自分を信じて、そこでしっかりとより完璧に抑え込む、これが今の時期に求められることだろうというふうに思いますからね、ぜひここちょっと意識していただければと思います。で2点目、知識の信頼度をより高める。もうね、書き込んだもの、整理したもの、もう分かってるよ、ね、いうね、ふうに思うかもしれません。だけど本試験はですね、極度の緊張のもとですね、分かってるはずの知識もですね、あ、どうだったかなって思ってしまうんですね。だからより知識の信頼度を高める、本当にね、もう原点に戻るって感じですよ。あのね、一番最初の方にお話をした繰り返しの魔法なんです。本当に徹底的に繰り返して、もう絶対にこれ正しい、絶対にこの知識だいうね、自信がどれだけ持てるか、これが本当にね、本試験大きく結果に反映していくと思いますから、その知識の信頼度、大きく広げることはない、自分の持っている知識の信頼度を高めていく、そのためにですね、これから本試験までの時間を使う、こういったイメージが一番ね、勝てると思います。ぜひ参考にしていただければと思います。で最後3点目、改正点の周辺の知識が要注意。もちろんね、法改正点重要だということで、もちろんこの時期ね、また最後の確認をされる、これは大変重要なことです。だけど最近の傾向を見るとですね、改正点そのものよりも改正点の周辺のところもですね、結構聞かれてるなという気がするんですね。ですから法改正まとめたものだけを見るんではなくて、やはりテキストでその周辺の知識も確認をしていく、そういったね、全体としてのね、理解、これが求められていますから、その辺のところをね、しっかりと意識をしてまとめの方を確認をしていただくといいかなというふうに思います。はい、まとめといえばですね、私もですね、非核認識法シャローシプチ講義で今年結構まとめました。こちらです。これだけまとめてますからね、この間ね、この中でですね、やっぱりね、ご自身が弱いなっていう思うところはですね、ぜひね、このプチ講義積極的に活用いただければなと思います。統計とか労務管理とか給付制限、年金加算額まとめ、障害年金2以上種別、平均調整助成金、滞納処分不服申し立て、すべて私ね、非核認識法を使って、まあ、できるだけね、頭の中ですぐ使えるようにですね、非核認識法で整理していますから、ぜひね、こちらも参考にしていただければなというふうに思いますし、ご自身もですね、まあ、こういう形で整理していく、もしくはこういったレジュメをですね、使ってそれに自分で書き込みを加えていく、まあ、こういった形でね、今からでもですね、このまとめ最大限使っていただけると思いますから、その辺もね、検討していただくといいかなというふうに思います。2点目は以上です。はい、それではね、3点目、スマモノも目的条文の確認、お話をしていきたいと思います。やはりね、これは絶対に忘れられないところですね。まずは1点目、忘れていなくても目的条文、昔忘れた頃に目的条文が出るんですよと言われましたけど、本当にですね、私もね、分析はしていますが、この目的条文、例えば最近では択一式なんかでもね、問われたりしていますが、やっぱり出るんですね。非常によく出る。これが社労士試験の特徴だと思います。ですから最近出てるからとかね、今出てないからじゃなくて、原点に戻って、ここはですね、社労士受験生の宿命、どれが出てもですね、対応できる、そういったね、準備をしておく必要があるんですね。
ぜひこれは忘れないでほしい。本当にですね、これを私がね言うのを弱くなった時にポコッと出たりしますからね。今ね、例えば統計とか助成金とかいろいろ目先変えられてますけど、また原点に戻るっていうことも十分考えられますから、この目的条文絶対に意識していただきたいですね。で、2点目、毎日コツコツやるしかない。この目的条文をですね、一度にいっぺんに覚えてしまう、これは難しいと思います。やっぱり毎日ですね、少しずつやる、これがやっぱりコツですね。しかもきちっと勉強しなくてもいい。今はですね、この YouTube なんかでもね、公開が進んでますから、本当に隙間時間を上手に活用して毎日少しずつ抑えていく、気楽に抑えていく、まあ、そういった気分でね臨んでもらった方が多分ね身につきやすいと思います。意識すべきは選択式だけですから、選択式で入れられたらいいわけですからね、そこを意識するというのはすごく重要ですね。で、3点目、キーワードを確実に抑える。やはり目的条文が出ればですね、0点だとこれはね本試験で合格する可能性がないと思いますから、やはり1点でも2点でも取るためには、少なくともそのね目的条文のキーワード、重要なキーワードを 2,3 は絶対に押さえておきたいというところはあるんですね。ですからやっぱりね、まずは全文スラスラスラと暗唱したりですね、こうね紙に書いてね、覚える、そんなことをしなくてもいい。だけどキーワードはですね 2,3 個は出てくるようにしっかりと意識をする、これがやっぱりコツだろうというふうに思いますのでね、ぜひ参考にしていただければと思います。そういう意味ではですね、こちらこの一発合格テレビでもですね、もうすでにですね目的条文の中で同じキーワードをつなげた芋づる式連想ゲームというね、こちらの動画も公開していますから、まあ、こちらのね動画を見てもらってですね、目的条文頭に入れるヒントを掴んでいただければなというふうに思いますし、その下にも書いてありますが、比較認識法で社労士プチ講義の方のいわゆる一般常識科目ですね、労働関係法規と社会保険関係法規は、これ全てのね一般常識の目的条文はそのまま載せてますから、こちらも使っていただけるとですね、目的条文一般常識についてはカバーできるかなというふうに思います。この辺もご検討いただければと思います。ということで今回はですね、今ね皆さん方が最終確認しているその中で特に重要なす、ま、も、これをお話をしました。ぜひですね、まあ、この辺の意識をね再度ね確認してもらって、最後の追い込みしていただければなというふうに思います。今回は以上です。